はい、あわら温泉の駅の、西口に今います。はい、このようにですね、駅舎は、ほぼ完成しまして、もう開業ももうすぐっていう感じですね。で、今私、西口にいまして、こちら正面の、エスカレーターと階段を使いますと、東口に、行くことができます。こちらは、自由通路も兼ねております。こちらからですね、新幹線乗り場に、行くことができますし、今ね、このように看板は新幹線乗り場とここは書いてありますけども、在来線の方にも行けます。で、こちら右横にですね、アフレアという、施設が、令和5年の3月19日にオープンしたということで、まずね、ちょっと、行ってみたいと思います。早速、アフレア入っていきます。入りますと、3月19日にオープンしたということで、まだね、新しいということもあって、木の香りがすごいね、いい匂いがします。で、天井がすごく高くてね、すごいね、あの開放感を感じます。で、まず2階に登っていきたいと思います。では2階の方に登っていきます。とにかくね、まだできたばっかりということもあってね、木の香りがとってもいい匂いします。
まず登って目に入るのが、福井ミュージアムということで、観光情報が、映像で得られますし、壁にはですね、県内の観光マップがあります。待合室も借りてますので、でこのようにコンセントもありますし、このね、無料 Wi-Fi もねありますんでね、時間もねしっかりとね潰せますね。はい、こちら、キッズスペースでは、東尋坊を模した、ボルダリングがあり、子供も遊ぶことができますね。はい、そして、3階の方へ登っていきます。はい、3階に登りますと、こちらがですね、先ほど紹介しました、自由通路にぶつかりまして、そのままね、まっすぐ行きますと、新幹線の駅の方に行けますし、ハピラインのね、在来線の方にもつながることができます。はい、1階に戻りまして、アフレアからですね、このようにですね、在来線のですね、改札口の方に、向かうこともできます。こちら、このまままっすぐ行きますと、現在の、北陸本線の、あわら温泉駅の、改札口の方に行けます。でこちらですね、ちょっと狭いですけど、こちら改札口となりまして、右側行くと、東口に通じますね。ほんでこちらがですね、新幹線の、連絡通路になります。まっすぐ行くと、先ほど紹介しました、自由通路でにぶつかるっていうことですね。こちらの、在来線側の自由通路っていう感じにはなるんですけども、このように、綺麗になってますので、このままね、今後も使われるのではないかと思っております。でこれで、東口に出ましたね。はい、あわら温泉駅って書いてあります。で正面にあるのが、先ほど紹介しました自由通路ですね。こちら東口にぶつかるという形で、東口からですね、今の正面の、自由通路を通って、新幹線の改札口にも行けますし、左に曲がれば、先ほど紹介しました、在来線の方に行けるということになる、と思われます。でここでわかるのはですね、あわら温泉駅に関しましては、完全に新幹線側と在来線側が、切り離されるという状態の、形になるのではないかと思っております。はい、東口の特徴はやはり、こちら、まあ、このちょっと静けさというんですかね、まあ、駅裏っていう感じにはどうしてもなってしまうような感じですけども、やはりね、駅の横にはこのように、民家が、あるような感じでね、なかなか、
静かな雰囲気があります。それと、ロータリーの方はですね、まだ工事中ということで、この辺もね、綺麗に、整備されれば、まあ駐車場というようなスペースはちょっと難しいかなと思うんですけども、まあ、タクシー数台と、まあ送り迎えの、車がね、快適に利用できるような、場所になるのではないかと思っております。